はい、じゃあ、二十分やりました。はい、メリークリスマス。こんばんは。時刻は十八時半終わりました。今週からこの時間はバズラジオをお送りしていきます。パーソナリティは。はい、私三十の上代と。と、ャンマーブイ、岩倉で、お送りしていきます。はい、お願いします。はい あとね、あのー、初めて聞く方にね、あのー、バズるという言葉わからないよっていう人のために、バズるという言葉を説明していきます。えー、バズるという言葉は、えー、バズるという言葉から取っていますね。ネッ <laughs> ト上で拡散されている情報のことです、えー。話題のニュースなどのことを意味します。世の中ではバズっている、今話題のニュースを、吉本若手芸人の岩倉と。 若手企業家の <laughs> <laughs> ユートが独自の見解をお話ししていく番組となっています。えー、この番組はスマートフォンで聞きたい場合はスマホアプリリスンラジオを通して聞くことができます。またパソコンで聞きたいという場合は <laughs> FM ギノマンのホームページにて完全編で放送していますよ。お楽しみいただきます。はい。<laughs> はい、えー、っとどうした <laughs> はい5秒 <laughs> どうしたあえじゃょっ待って,待ってもう始まってる、はい、うんはいっていう形ではいジェイバあの,の CM5 秒待ってって言ってたでしょ <laughs> 5秒待ってって <laughs> あもうすぐそこから CM 入ってるじゃんそう <laughs> あ,あんな入り方してないでしょ <laughs> オープニングでちょっと話してもいいのにはい始まりました「b ズラジオ」はい <laughs>、はい、よろしくお願いしますお願いいしますはい、一応あのー、今回ははい先にえっ、ー、と進めるなんだろう挨拶をいつもは自分なんですけど今回は愛機の方にお願いしてみましたはい ってことで、ねえー、進行していきます。でね、今日ょはクリ,クリスマスということで、クリスマスの話はい。<laughs> クリスマスといえばやっぱり24と5。<laughs> これ24と5ってクリスマスどっちもどっちもかな、えー、どっちもかイブと。イブと クリスマス,クリスマス <laughs> <laughs> まあどっちもクリスマスか名前ついてるしということで、はい、今回24と25について話します <laughs> クリスマスじゃなくて <laughs> 数字について話してくる <laughs> 24と25だけで話せる、ね、まあそうねちょうど24っていうことで俺たちが <laughs> 確かに24歳なんですよで来年25ということで、うん、24と25にまつわる <laughs> ボケが多いな<し> <laughs> 初回から <laughs> クリスマスに関する話ししよ、はい、クリスマスマに関するい。うんうん、ということで、はいえー、どうです今までもら,、まあ、もらうって言ったらあれだけど、うん、クリスマスの思い出って言ったらやっぱりある。<laughs> クリスマスの思い出ないあでも、うん、昔ほどあのドキドキワクワクしなくなったよなクリスマスでも。 二十四になってから、<ー>なってからってかもう二十二ぐらいから、これはあれか、あれあればこのクリスマスっていうこの雰囲気がもうドキドキしないのか、うん、これプレゼントもらうもらえないの感じでドキドキしないのか、ああどっちなんだなんか昔ってこのケンタッキーの クリスマスマは今年もややってくるのやつ聞いたら今年もやってきたがこの時期はみたいなテンションにもうでもほ本当にまんま自分の気持ちを伝えてくれてる感じの CM だったから22とか21、ま、ぐらいまではめちゃくちゃ興奮したんだけどは<ー>あの音楽聴くたびに <laughs> <特集か笑>すごい興奮してたけど、うん、最近全然だし思い出って言ったらなんだろう でもやっぱプレゼント小さい頃ってやっぱもらえるけど、うん、俺あんまなんかそのサンタさんにお願いしたプレゼントをもらえたことがないんサンタさんにお願いこれはあれなのかな、あのー、サンタさんがくれなかったのかな<ん>サンタさんがくれなかったサンタさんが、えー、とくれたけどれたそれじゃないってやつしか来なかった <laughs> えそれあのー どっちからあのー、本当に似たようなやつなのか、うん、似てないん<あの> <laughs> 値段的に低くなったやつが来たのか。えっと、ね、低くなってたな。<laughs> あサンタさん,サンタさんこれじゃないよっていつも <laughs> クリスマスに泣くっていう,う毎年これが小学校結構ずっと続いてたな。<laughs> <ー>え毎年毎年来ない。本当本当本当。あ一応来るけどその頼んでたのが昔流行ってたなんかその。 ゲームーいやゲームボーイとかじゃなくてあのー、クワガタの形した、うん、走る車みたいなやつが流行っててあの時 <laughs> クラッシュギアそう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 あれがどうしても欲しくてもみんな持ってるし<ー>欲しくて頼むけど一回も来たことなかったクラッシュギアがクラッシュギアの代わりって何なの一回目がベイブレード欲欲しい欲しいいな もうでも欲しくないし持ってるやつ他にいなかったからもう戦えねえよこれじゃってもう泣いて全然違うベイブ・レードって駒なんですよ駒で俺が欲しかったのは車でその次の年もお願いしてその時西表島に住んでたんだけどそうそうの時も同じももらえなかったからそれ頼んだらチロルチョコのがピラミッド状になってて本当に枕の上でピラミッド状にチロルチョコがパーって並べられてて。 っていいうのがあってその時もだいぶ大泣き <laughs> え届これ手紙なんかどういうシステムいろいろ家庭あるさあ<ー>どんな感じの,あのシステムでお願いする感じだった俺の家は紙に書いて冷蔵庫に貼る <laughs> 冷蔵庫に貼る、うん、冷蔵庫に貼るっていうやり方だった<ー>えお前んちは俺なんかもうリチギリチあ靴下に入れるやつそうそうそうへえ<ー>俺なんか靴下じゃなくて あの熱いもの入れる、あ,あ、つむときになっちゃう。あ,あれに <laughs> <laughs> フライパンとか掴むやつ <laughs>。あれにパンパンの DS が入ってたりとか。<laughs> え、いいな。でも頼んだやつ着てたんでしょ。絶対着てたな。俺、ガチで着たことなくて。<ー>ロルチョコの時とかも食ってないしも。学校から帰ってきたら、弟とお兄ちゃんに食われててみたいな。<そう S 1> ある意味、印象すごい強いけど。ニーニーと弟は来てたわけ、プレゼント。ニーニーと弟は 来てたんかなでも弟とかもいや頼んだのは来てなかった <laughs> お兄ちゃんは全然分かんなくてもお兄ちゃんの記憶が薄れてて弟のやつはもう全然すごい何何紙飛行機みたいなやつ来てた <laughs> <ょ> <laughs> プロペラついてるけど <laughs> 回らなくて投げて落ちて泣くっていう <laughs> まあそれ頼んでたら当たってるけど違うもち弟もそれではない違う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  あの車のラジコンかな、その時は。で、紙飛行機が来てて、で、俺、その時はちゃんとしたヘリコプターのラジコン来てて、俺には。う <あー S 1> わ、俺は良かったと思いながら、2人でそれ使って遊ぶ。<laughs> もしかしてさ、このサンタさん、<うん S 2> ちょっとふざけるタイプのサンタさんかもしれんな。ふざけるタイプのサンタさん <laughs> そう、ちょっと大喜利風な書き方したんじゃない、お前らが。その見方 <laughs>。あの <laughs> こんなクリスマスプレゼントは嫌だ的な、うん、そんな感じで捉えちゃったのかもしれない大喜利的な毎年 <laughs> 毎年クリスマス当日に <laughs> こんなプレゼントは嫌だでやってたやってたのかもしれない 1>, 1回だけちょうど音でイエス届いてたけどその次の年かなあ、ま、次のじゃ三3回目ぐらいかいや回まあ一応今までいっぱいあって紙飛行機が多分小5とか6ぐらいで そうあいつが中学校に上がる前とかに DS が届いてたそうう<ー>でも DS 届く<ー>もびっくりしてこの家にゲーム機がクリスマスプレゼントで届くんだっていうゲーム機絶対届かないって言われてたから<あ>サンタさん噂<で>はそうそうそうは <laughs> 絶対届かないからゲーム機以外って言ってたけど、うん、ちゃんと DS とあの漢字漢字の勉強できるカセットが一緒に届いててうん そう,<ー>ん,そう,うんっていうまあでも一応電源つくし全然嬉しかったけどねでもお前なんか落ちて金持ちさあないやいや全全然普通の多分一般家庭。俺首痛いのにお前の血見上げるとき <laughs> 毎回,毎回 <laughs> 俺の首がボロいのかわからないけど <laughs> すす結構高めのお,お前の首がボロい <laughs> <laughs> でも3階建てってまあないよあんまり あそう、うんまあ、3階建てって言っても行ったら1階は駐車場だからいやでもあれは3階あそう、うん、すごいよ <laughs> 相当至近距離で見ないと首痛い高さではないけど <laughs> いや <laughs> もう鼻つくぐらいのとこで見たらまあ首痛くなるだろうけど本当にでも、うん、犬も走り回ってたしいつも多分でもなんかすごい 首痛くなるぐらいの高さの家で犬走り回ってるって言ったらめっちゃ綺麗なでかい犬走り回ってるイメージかもしれないけど <laughs> 自分で言う <laughs> すごいちっちゃい小汚いのがまあな汚いな小汚いじゃない小汚いぐらいの犬が <laughs> 確かにあの小型中型犬が2匹小屋 <laughs> から脱走してかわいいわ あな犬失礼だな、すごい。かわいい。無理してるだろ。無理してない。あれ、あの犬大好きだったよ、俺お前がよ、戯れてるの見たことないわけよ、犬と。犬とまあ、あんな。ないけど。俺、あんま人の前で戯れたりすることしないから。いや、別に、かっこ悪いから、あんまり。犬と戯れてるのが嫌 それはそれでってことねただやらなかっただけ犬と戯れてる時が一番興奮してるからそうなテンション上がってるからそれは見られたくないそうそう見られたくないやしだから普通にお前らが帰ったあとに遊んでるすごいなそれはガチだなガチの犬好きだなクリスマスっていうことから遠ざかったんだけどすごい遠ざかったな やっぱ世間のやつらはあ世間の人たちは言葉悪いなクリスマスというものに対してどんな意識を持って24からそして25を終わるまでいるのかなっていうところについて今回話し合っていくというそういう番組だっけ <laughs> 急にもうバズ関係なくなっちゃってるけど、まあ、そうしようじゃ。 まあバカにしてるわけじゃないけどいや,い,やい,やいやもうでもせっかくクリスマスだしどんな感じなのかな普通は俺普通じゃないと思うから自分が悪い意味でもどういう気持ちでいいの俺俺はもう12月5日2日もう全部一緒今適当にや,ややこしかったけどとりあえず俺もあんま変わらんわけよこの曲が変わるだけ世間の流れてる曲がじゃクリスマスだっても感じないし正月だっても感じない

テレビも見なないし気づくことがなかった <laughs> そういうの鈍感だからこのどんな感じなのかなと思ってやっぱり普通は。普通はクリス,マスああいやでもやっぱワクワクはするだろうしやっぱクリスマス前にみんないろいろお店予約したりとかうんうんこの大人の人たちはなんかそのカップルとか。<laughs> なんと夫婦とか、<laughs> やっぱり一緒にご飯。こぶ <laughs> 入ってんない。ディナー行ったりとかっていう形で、楽しむんじゃない。<laughs> そっか、何がわくくするんだろうな。いや、この雰囲気かな。うん、まあ、そうじゃない。あ<ー>あーのー、やっぱ、寒くなってきてるし。あ、確かにな。うん、やっぱ、なんか。 こうそういう音楽も聴いたらわくわくさせられるっていうかう<ー>まあ企業戦略っちゃ企業戦略だけどな好きだな企業持っていくの例えば <laughs> 戦略じゃないまあ言ったらはいはいこんなこと言うとあれだけどすごい冷酷なやつみたいに見えるけどまあ言ったらそういったまあケンタッキーがやっぱ売れたりとかケーキが売れたりとか花とかクリスなんだろうアマゾンでもすごい売れるだろうしコスプレが売れたりとかまあ言ったらそういうなんだろうイベントっていうのは 商,業すごい商品がそうそう一気にバカ売れする時だからやっぱり全体での雰囲気作りってことでまあ経済がうまく回りやすいのかなっていうのは思うけどまあでもそれだけじゃなくてやっぱそこを楽しめるようになりたいよなでも多分俺たちってクリスマスなんか冷めたような人間みたいになってるけどなんか楽しんでる人ってやっぱコスプレして沖縄だったら茶炭行ったりとかっ入ったりとか。 すごい人はなこのハロウィンあるさ、うん、31終わってからもうクリスマス見てるからね見てるまだ1ヶ月ちょいあるのに、うん、まあ、でもくハロウィン終わった次の日からクリスマスの CM ってちょっと流れ始めたりするしな確かになスーパーとかでももうちょっとイルミネーション入ってるしなもう準備はやっぱするよ、うん、それはだって11月から俺らも年末の大掃除の,あーのーページとかも作成して もう2か月前ぐらいにはそういう準備はしてるからそうなのまあイベントが多いのか24からすぐが月来てのみたいな、うん、そうそうそう,そうだからもう11月からハロウィンクリスマス何々ってやっぱ来るし、うん、だクリスマスの予定ってあんのクリスマスまあ今日か <laughs> 一応今、収録だからあれだけどあ<ー>まあ予定があるってことで今、収録で今回初の収録やらせてもらってる感じになるんそんなこと言うやついるまあまあまあ、でもクリスマスはなんか一応ネ,ネタ作ってるかもしれんな,なお笑いのかっけえ,かっけえ <laughs> 多分二24も作ってるネタ多分ネタ作ってる <laughs> 23は 23はパチンコかなパチンコ <laughs> <laughs> そこはネタ作ってない <laughs>。<laughs> でもやっぱり <laughs> 28ぐらいから俺なんかもあれだからんだっ,っけな仕事ができないし役所が止めるわけ土木とかあへー仕事が休みになるから、うん。あ 芸人仕事じゃなくて一気にネタ作ってる芸人仕事の話と思ったら一気にじゃその別でやってる <laughs> そ,うそ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 うバイトが休みとかになるから確かに予定を入れやすいっちゃ入れやすいけどうん,、うん、うんそうかでもクリスマスあれなんだな相方といるんだなじゃいや一人で一人でネタ作ってるそうそう,そうあ彼女と回わずそうだな,なるほど、ね、あいつはちょっとうんこつだから これ聞いてるかもしれない聞かないあいつはもうこういうメディアに関してもう興味がないからほんともう本ほんもう何かの話するたんびに「こいつ何熱くなってボーッとしてるば」みたいなずっと例えばもうちょっとの話するさそれでも違和感感じるわけよへえ例えば最近「ザ・漫才」やってたけど「ザ・漫才」見たとか「ザ・ ザマンザって何でとかもう説明するのめん<あ>これぐらい噛み合うわんよいやいやいやザ・マンザ見てない女の子っていっぱいいるだろああ女の子えっいや彼女って女の子の話じゃなかった <laughs> 相方の話じゃな,い相方じゃなかった <laughs> <laughs> くそグダグダ <laughs> ああぐだけじゃなく待って今 <laughs> 相方の話してた全力で。<laughs> えそう <laughs> すごい彼女のこと言うなと思って彼女いないです。ああそういうこです、ね。僕はいないです。はい、いなるほどなるほど。ほどはい。そうなんだ。相方はえ芸人なのに見ないんだ、ザマンサイト。見ないっていうか分からんわけよ。このタイトルあ言ったらあ,あれねっていうのは分かるけど、このなんかこの例えばあの芸人さんって面白いよなってうん、うん、だ誰かそいつ <laughs> から話し始まる場合 であれよあんな感じのああ見たことはないけどみたいなもう話できんさだからこのネタ作りでもあんな感じのあの人たちみたいな感じでちょっとやってからうんってもう分かってないわけ分かってないけどうんって言ってればよ、うん、で実際やおさだ誰かそいつみたいな <laughs> ネタしたりするからあへそ,うそんなのとかあるから他人にも興味ないんだあいつないなこれは絶対聞かないあいつはへーそうかそう じゃあクリスマスはまあ一人でネタ作るっていう予定なんだ,うだ、ね、はい、うん、はいではないけど <laughs> はいって何、はい、はいではないはははい <laughs> はいではないな,なあのー、全然 <laughs> 今日はあなたの新公開ですから <laughs> はーいって言われても, <laughs> もはいではねえ

まあでも、二十四、二十五っていう、まあ、クリスマスの <laughs> 話もそうだけど。行ったら、あのうち,うちのこのバズラジオの、うん、番組自体は。えー、水曜日のま六、あ、時半からやらせてもらってるわけじゃないですか。はい、でまあ、クリスマスと被ってて、はい、さらに次の週ってお正月と被ってるわけなんですよ。お正月は放送ないって,って。そうそうそう、でお正月も放送ないんで、お正月の <laughs>。 話までしておくと、うん、自分あの正月今回上海行くんですよ。またまた海外今回はあのー、で金ないっていうんだろ。ないそんなことある？すべ<全>てを <laughs> 自分の <laughs>。 あの感じることに使ってるからもう貸せ金俺にいい加減いやいやいや <laughs> 放送中で <laughs> すごいこと言わないでいやマジで貸してほしいわだからそうだから正月もこのまあ放送はないんだけどう <ん S 1> そうその間ちょっと上海に行かしてもらうっていうそういいなどうすんの正月まあパチンコは釘締め始めてるから行かないって言うんだけど 行くねー <laughs> 正月から <laughs> 行くね正月でパチンコ屋さん空いてんだ年中無休だよ台風でも空いてるからなあへーあ24号なんおととしがめっちゃ強いなったさ沖縄も結構、うん、車ひっくり返ったりとか、うんうん、あ停電が3日ぐらい,いあの時俺も沖縄どこもう南部全部回って1店舗だけ空いてるところあってからああ ウルマシで、それ自家発電してるところが、あへーでパチンコ、そうそうそう、もういっぱいそこも人が、パチンコ依存症庄もう雨ぬるなとか、なんハンドル握ってる姿横で見て引くんだけど、鏡見た俺もそういう、じゃそれでもでもやっぱじゃあ正月もパチンコに、そうかもしれない年末年始パチンコ、そうか、俺はまあ上海で。 うん、お前にまあ前,前も言ったと思うけどよ、うん、やっぱ俺お前のことよ社長になってから、うん、ちょっと本当に金の人に <laughs> <laughs> いやいや本当に金欲しいわけよお前貸してほしい本当にていうか <laughs> ラジオで言うことではないけど <laughs> 本当に全然持ってなくて <laughs> 今回もすごいじゃあ来月きつきつになるけどそうそうその期間しかまあ行ったら休みがないんですようちって。 確かにあの以外で休んじゃってやっぱお客様が結構困っちゃったりするんで年末,年末年始だけはもう会社全体が休みになっててああそ,うそうそうそうだからその時だけはやっぱ電波とか気にせず行ける海外とかにやっぱ経験として行こうかっていうかその他に海外行っちゃうとやっぱ電話,通じないと電話が通じないとやっぱ困ったりするけどやっぱその時っていうのは。 あのーはい、特に,に,に、ね、そう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 気にせず行けるしやっぱまあまだ若いからいろんなところを見て、えー、感じて帰ってこようかなと思ってその期間だけちょっとはい、うん、シャンのはいに行かせていただこうかなとまくいったのわからんけどてるんですよそう,そう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 になるから もっと上海のことを掘り下げてくれてもいいんだけれど上海ってあど,こどこだったっけ <laughs> 全然興味ない <laughs> 上海中国中国,あ中国そうそうそう、うん、本当は韓国とか香港行きたかったんだけど、うん、あのー、いろいろ暴動だったりとか香港って今 すごい暴動起こってるから<ー>あちょっと危険かなっていうところがあってでいろいろ調べた結果じゃあ今回勉強しに行くにはじゃあ上海が一番いいんじゃないか上海上海<笑><笑> <laughs> そうそうだから香港での暴動とかも知らなかった香港香港って中国香港って中国 <laughs> 中国なんですか <laughs> 中国だ中国だからちょっとあれ <laughs> 上海と、そうそう、上海も中国だし、香港も中、そでも香港だけは中国の中でもちょっとあの特殊なあの地域で、そうなの、そうそマカオも中国、マカオも中国。で、やっぱ国に見えてるけどやっぱ独立してる感じを出してるっていうのが、そうそう、香港で、だから今回はちょっとそこにどうしてもいけないということで勉強のために行ってきますと、はい、いうことでした。上海、上海、上海。 じゃあねあのー<笑><笑>、えー、もう終わりの時間が来ましたはいってことでまた来週はいすみませんありがとうございました